調理の一例牛カツは、スライスした牛肉にパン粉の衣をつけて、食用油で揚げた日本の洋食である、ビーフカツ、ビーフカツレツなどとも呼ばれる。明治時代初頭、コートレットという衣をつけた格牛肉を油を入れたフライパンで焼き上げる西洋料理が紹介された。後に、これが多量の油で揚げる調理法に変化し、現在の姿となった。 大正時代以降、東京圏における、主たる、滑ツ,ツの素材は、小牛肉から豚肉へと切り替わったが、これは、養殖が大衆化する過程において、より安価で入手しやすい食材が求められたことや、日本人、特に、豚肉文化圏である、関東人の好みにあったことが理由とされている。しかしながら、牛肉文化圏である神戸や大阪、 京都などの近畿地方では豚肉ではなく牛肉のカツが主流となり、東京発祥のんカツが全国的に普及した現在も内食や外食において日常的に食べられている。全国的にはマイナーな料理となっていた牛肉のカツ列であったが、2015年に東京でブームとなり、首都圏から全国へと急速に認知度が上昇してきている。この 牛カツは1972年に西新橋に開業したビフカツ味噌のが考案し、1996年開店の新橋牛カツオ田が定型化した厚切り、レア、和風のスタイルである。牛カツにおいても、ステーキと同様、レアミディアムウェルダンなど揚げ方による区別をすることがある。また、豚など他の食肉同様に部位によって、切れカツ、 ロースカツといった表現を用いられる。牛カツ、京都カチ牛の牛カツ、とんかつ大盛況、ブーム。ありがとうございます。